皆さんこんにちは。本日は、久しぶりにこのボード、多分4年5年前ぐらいのボードなんですけど、今回はサップのハイパーナッツに久々乗ってみようと思います。このボードは一時期僕はコナミ用ボードとしてすごい使ってて、でも結構この厚みがあって長さは短いんですけど、結構安定感があったりとか、もう結構波のサイズあっても結構軽い波とかでもすごい走ってて、でいつも自分はトライフィンの3本のフィン使ってるんですけど、こちらは4本のクワッドのフィンになりますね。でこのセッティングがスターボードの純正のフィンと、自分は FCS のこれ V2 っていうモデルをちょっと組み合わせて僕は使ってますね。で長さがこれは69で、かなり短いサップのボードになってます。まあリッター数も69リッターで、結構まあ自分の、まあ自分小柄なんで全然ボリュームとか大丈夫なんですけど、まあ久しぶりにこのハイパーナッツでどんぐらいのサーフィンができるか、ちょっと久々に試したいと思います。こんな感じです。If I should stay or be alone If I should stay or be alone Won't you make up your mind Cause I'm getting tired Of overthinking every move you make And I can help you decide Who you're loving now And how I'm not quite there somehow My intuition says to give you up But my heart can't easily let you go I'm just waiting for the fight But you won't even try to survive You would rather keep it all inside And I can help you decide Who you're loving now And how I'm not quite there somehow My intuition says to give you up But my heart can't easily let you go I try to tell myself this isn't love But I hate that I never really know If I should stay or be alone If I should stay or be alone If I should stay or be alone I'm never
まあ軽く3、40分ぐらいハイパーナッツで久しぶりにやってきました。まあ結果的にはすごい面白かったですね。というのは安定感もあるし、ボードが長さが短いんで、結構ステップバックとかもそんなにしなくても結構後ろのテールまで戻れて、波は結構単発な短い波だったんですけど、その中でもまあ2回から3回ぐらいアクションが入ったしっていうのは、まあ長さが短い分すごい機敏な動きができましたね。でもまあ思ったのが、ハイパーナッツってノーズの先端の部分が結構ロッカーがなくて、こうノーズも少し四角というか丸い形状になってるんで、結構掘れたセクションとかで技すると刺さりやすかったですね。だから結構このハイパーナッツ自体はこうカービングだったりとか緩いターンをするときはすごいいいんですけど、掘れたセクションとかが少し捕まったりとか刺さりやすいんで、結構そのいつものプロシリーズのまあノーズがシャープなロッカーのあるボードとかだと結構キレのあるタイトなターンできるんですけど、このボードだとその同じタイミングでやっちゃうと結構刺さっちゃうっていうのがあったんで、そこはまあ中級者上級者の結構技をする人は注意点というか、そこを意識してあげると技の成功率だったりとか、まあ技を入れられる回数っていうのが増えてくるかなっていうのは思いましたね。でも本当ハイパーナッツは安定感がすごいあって、結構自分の乗ってるプロシリーズは短くて結構立ってると沈んじゃうんですけど、ハイパーナッツは厚みが結構あるんで沈まないっていうので、すごい安定感があって余裕を持ってサーフィンができましたね。だから今日みたいな小波の時だったりとか、波の緩いちょっととろい波の時とかはすごいハイパーナッツは調子いいと思います。自分も本当最近プロシリーズ出てきて、プロシリーズで結構小波もやってたんですけど、意外とハイパーナッツまだまだ使えるなっていうのは思いましたね。結構ステップバックの練習だったりとか、ターンする時の足のステップの練習にもすごいいいし、安定感もあるんで、技をしたいっていう人の結構ステップアップボードにはすごいいいと思います。だし、まあプロシリーズと、まあ、ハイパフォーマンスのボードとハイパーナッツみたいな小波用とかトロイ波用の、特に日本の波っていうのはそういう波が多いんで、まあもう一本余裕のある人はこういうボードもぜひ持っとくと、もっとサップサーフィンのやれるコンディションが結構増えてくるかなって思います。まあまた今度ね、このハイパーナッツでもう少しサイズのある波とか、また違ったような形の波をやってみたいなと思います。まあそうですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ今回もご視聴ありがとうございました。